どうもジャムミヤです。今日も対戦ツーキーパーの対戦やっていこうと思います。まあ、まずはやはりね、いつも通り参戦グラフとして、まあ、いつも通りオンライン潜っていこうと思います。では練習やっていきましょう。ないけど内容はちょっと微妙だったかな。数値的には全然 OK。 基本的にズーキーパーのその強さの主張って数値ではないんですよ。その内容なんで主に数字がそこそこいいからといって強いという主張にはならない。その時の配置もありますからね。まあいいでしょう。まあまあいいでしょう。仮に配置がそんなに良くない時でこれぐらいのスコア出したらなおベスト。すごいいい時にこういうスコアだと正直言う。良すぎる。すごいバランスがいい。まあいいですよね。よーし、ではやっていきましょうかね。オンライン潜っていきます。2連勝中からです。レートは2567.1から。はい、E-N さんよろしくお願いします。これは正直内容完璧ですね。100点満点と言っていいぐらい完璧だった。これは文句なし。すごいですよ。ディフェンスがラッキーなのに、ディフェンスが500超えっていうのはやばいです。相当強い。アタックも1200いってますから。相手のアタックは大体何だったら250ぐらいかな。よしよしよし。まずは100点満点の内容からスタート。はい、いいですね。非常にいい。はい、ありがとうございました。意外に8も増える。あ、でもそんなにレート差なかったから170ぐらいの差だった。160ぐらいだった。まずは、すごい。はい、デュークさんよろしくお願いします。2613。3連勝中ですので。お願いします。
うん、ディフェンス消せる場所が見つからなかったんで、とりあえず消したけど。まあ、255。ディフェンスラッキーなんで、まあまあ、高い方。相手はどうだ？相手150ぐらい。140ぐらいか50ぐらいでしたね。それに対してアダックは結構あると思います。多分ずっと減ってたんで。まあ、どうだろう。予想だと400ぐらいあったんじゃないかな。400ぐらいの150ぐらい。よしよし、いいですよ。相手の方がレート上だったんで結構漏れましたね。はい、ありがとうございました。バランスいい。めちゃくちゃバランスがいい。551の543。すごいバランスですね。こういうスコアってすごい強くて。相手は、ディフェンス、なんだろうな。やべ、覚えてない。自分のディフェンスが覚えてない。アタックは、304かな？よし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 。いいですね。さあ、レート2600に突入した。はい、ありがとうございました。2600.5 と。いいですよ。順調。おっと！レート884.2。さんよろしくお願いします。これはどうなの？これはどうなの？レートが2500ぐらい超えるとだったっけな。なんかすごいレートの差が離れてても当たるシステムなんですよ、確か。俺の前世紀の4年前の頃もそうだった。普通にレート2800とかあっても、レート1000以下の人と当たったりする。ちょっとよくわかんないです。結構謎仕様ではある。さあ、ちょっと悲しい無操作だったけど。やばい。
まあまあまあ、これも強い。いや、今日強いっすね。今日全部スコアいいんじゃないかな。相手一応無操作ではなかったけど、アタックが23、ディフェンスが10ぐらいだ。さあ、これは本当にこのレース、状態まで来ちゃったんじゃないかな。どうなんだろう。なんかこの対戦ってなんかあれですよね。なんか非常にこれいいのかっていうぐらいの対戦なんですけど。はい、ありがとうございました。なんかちょっと罪悪感はありますけど、そのレートの差、その800の差離れてるんですよ。まあ、とりあえず全勝で勝っていくといいですね。2610まで来ました。10点5か。いいですね。まあ、こんな感じで。まあ、今日もお疲れ様でした。もしよろしければね、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。